乃木坂46の2期生として活動する鈴木彩音、鈴木彩音はその魅力と才能でファンの心を掴んで離さない一方、他の主要メンバーと比較しても独自の存在感を放っています。1999年3月5日生まれの秋田県出身で、2013年に乃木坂46に加入しました。彼女の愛称は彩音ちゃんや彩音ちゃんとして親しまれています。鈴木彩音の特徴の一つは多彩なスキルと高いプロ意識、ダンスや歌唱力に加えて読書や鉄道等の多岐にわたる趣味を持ち、それらを活かした活動も積極的に行っています。また舞台やドラマにも出演し、女優としてもその活動の幅を広げています。特に舞台少女革命ウテナでの演技は高く評価され、話題を呼びました。ファンとのコミュニケーションを大切にする彼女は、握手会やショールームなどのイベントでもその温かさと誠実さを感じさせます。ファッションにも敏感であり、雑誌のモデルとしても活動。その清潔感あふれる美しさと内面の強さが多くの女性ファンの憧れの的となっているのです。鈴木彩音はもちろん、乃木坂46全体においても欠かせない存在となりつつあり、今後の活躍からも目が離せません。彼女の成長と新たな挑戦に多くのファンが期待を寄せています。